それでは改めまして皆さんおはようございます。おはようございます。本日講師をお世話になりました花でございます。今年度、まあ、4月からですかね、来年3月まで今紹介されましたと、まあ、いうところから言わない。まず夫ですね、いじめってどのくらいあるのということから入っていければなと思いますね。やはり今日は先生方もいらっしゃるというふうに聞いてます。で逆にそういうことをしちゃうとですね、今やセクハラになっちゃう、人権問題になっちゃう、企業においてとかね、パワハラになっちゃう、そういうことになっちゃうよということで気をつけていただけなければもう言い訳ができないと説明します。性同一性障害って何なのってことなんですけども、体の性別と心の性別が一致しないの、そういう人ですね。そのためにちょっと説明します。人では3つの性別があるよと言われてますね。一番上は体の性別ですね。これはお母さんの体から生まれた時に男か女か、チンチンがついてれば男だ、なければ女の子、両性がないということで、性別が、こういうことで苦しんでる人もいるということで、これはすぐこの行政にやってくれることではなくて、一般的な例なので、特にそういうふうに聞いてください。で、最後は本当に傷をつけたり自殺未遂をしちゃう人、これは中学生も多いんですけど、やっぱり就職ができないということから、自分の人生にもう気をつけて亡くなっちゃうという人たちが多いといます。それではこれから2人の、ね、メンバー紹介します。1人はですね、芸術地講演家、リスナーメイ君ですね。彼は FTM さんです。で、もう1人は佐賀からマイカさんです。どうぞこちらへ来てマイクをバトンタッチしますので、これから皆さんで楽しんでいただければと思います。じゃあ皆さんこんにちは。KC 講演家の西澤芽衣です。そして今ギターを持っているのが KC アーティストの榊原舞香です。よろしくお願いします。僕は、体が女性で生まれてきて心が男性で、好きになる性別は男性も女性も好きになれる。私は男の子も女の子も好き。先生、俺女の子も好きだけど男の子も大好きだよ。先生も男性も女性も大好き。知りたいと思い、はるかさんは、そして、自分を傷つけてしまった経験もある。で、そんなはるかさん、今こうやって生きていること、奇跡のような素敵なことです。生きているということ、とても素敵なことで、みんなが当たり前だと思っていること、とても素敵なことなんだっていうことを、ただ一人でも多くの人に伝えたくて僕が書いた詩です。それでは聴いてください。生きていいんだよ。
後に火をつける。僕はなんで生まれてきたのだろう。なんで僕ばかり、なんで僕ばかり、ああ、この煙と一緒に消えていけないから、今まで抑えつけてきた思い、押し殺すことさえできずに、心の叫び声にする。泣いた泣いた泣いた、君は一人じゃないからっていうことをテーマにね、いろんな人たちに一人じゃないっていうことを伝えたくて回ってきました。だけれども、講演をしている中でいろんな違和感を感じてきました。なかなか変わらない、伝わったのかな、本当に伝わっているのかなって思うことがたくさんありました。例えばね、こういう講演をしている中で誰か一人でも原田さんのそばに駆け寄って、トイレの問題、ボイスの問題、みんなで考えたりだとか、問題一つ一つ解決しようとしてこなかったのかなって自分は思いました。で、自分も含めです。で、これからは原田さんと一緒にもっともっと変えていきたい、もっともっと世の中を変えていきたい、そんな風に思ってます。で、一人でも多くの人に一人じゃないんだよっていうことをもっともっと伝えたいって思ってます。で、原田さんもね、ずっと一緒に回ってきたんですけど、ね、本当に原田さんと出会えたことで僕は一人じゃないと思ったし、さらに、この思いをたくさんの人に届けたいと思いました。で、だからみんなも今日ここから君は一人じゃないっていうことを誰かに伝えてあげてください。誰かに届けてあげてください。みんなで一緒に変わりましょう。それではお聞きください。君は一人じゃないか。聞かせていただいた長岡さん、石澤さん、榊原さんに